施設内の防火安全対策を確認する松山市消防局長による査察が2月21日、伊予鉄高島屋で行われました。これは3月1日から7日間の期間行われる春季全国火災予防運動を前に松山市消防局が行ったものです。この日は松山市消防局中谷洋蔵局長が伊予鉄高島屋の防火管理者と保安管理者とともに消火設備や非常階段の設備、そして 1.6 メートル以上の主要避難路の確保ができているかなど入念にチェックしました。査察後には消防局員が防火にご協力くださいと声をかけながら防火に関する資料を配りました。消防の設備につきましてはすべて良好に維持管理がされておりました。安心してご利用できるデパートだと思います。各ご家庭でですね、火を使うとき、コンロやストーブなどを使うときにはですね、絶対に火のそばから離れない、目を離さないということを徹底していただいてですね、火災予防に努めていただきたいと考えています。松山市消防局によると去年は119件の火災があり、建物火災の出火原因はコンロやタバコが原因とのことです。まだまだ乾燥が続く季節、火の取り扱いには十分注意したいですね。